バンフ国立公園キャッスルマウンテンバンフ国立公園とはカナダのアルバータ州に存在するカナダで最初に設立された国立公園である近隣の国立公園とともに世界遺産に登録されているバンフ国立公園はカナダのアルバータ州の西部ブリティッシュコロンビア州との宗教に近い場所カルガリーの西方のカナディアンロッキーに存在しバンフの町を含んでいる 公園の面積は6641平方キロメートルに及び、園内を通る道路の総延長は1600キロメートルを超えている。ここでは、温泉、景色、キャンプ、登山、山歩きゴルフ、乗馬、スキーなどが楽しめるほか、バンフスプリングスホテルなどに宿泊することも可能である。公園内の景色の美しい地点としては、ミネワンカ湖、ランドル山、バーミリオン湖、 県ピークス渓谷にあるモレン湖、ボーコ、ベートーコなどが有名であり、この他にも見どころは存在する。しかし、公園へ立ち寄るのには入園許可証が必要であり、特に夏季の数ヶ月の間は、許可証のチェックがしばしば行われる。チェックが行われている場所としては、例えば、アイスフィールド高速道路の入り口や、レイクルイーズの町などが挙げられる。 また、国立公園の特別保護地域であるため、上空に航空機を飛ばすことは禁止されている。バンフ郊外に国立公園の管理する飛行場があるが、使用は非常時に限られており、航空機を用いた遊覧飛行などは不可能である。バンフ国立公園はカナダで初めて制定された国立公園である。1887年6月23日に、 ロッキー山脈の公園に関する法によって設立された。そしてこれがカナダで最初に設立された国立公園である。この公園のバンフという名称はカナダ太平洋鉄道の駅の名前に先につけられ、それがバンフの町の名前になり、この名称を公園名にも関したものである。ただバンフの元々の由来は、 スコットランドのバンフシャーという地域にあると考えられている。なお近年、バンフ国立公園は近隣の国立公園とともに世界遺産に登録されている。バンフ国立公園内にはエルクをはじめとして様々な動物が生息しているが、この公園内をトランスカナダハイウェイが通っているため、野生生物が自動車に引き殺されることも多く、問題になった。このため、 現在では高速道路の周りを柵で囲み、動物用の地下道や立体交差を作ることで、動物が道路に入らないように対策が取られ始めている。国立公園内にカナダ国定史跡が6つある。参考までにバンフ国立公園の6641平方キロメートルという面積は四国の3分の1よりも若干広い。ただし、 万フ国立公園を通過するだけなら入園許可証は必要ではない。ありがとうございます。